ロードトゥーユーンへと続く道は、2017年10月11日、零時に発表された短編アニメ作品。住友ゴム工業が製造、販売する、ダンロップブランドのスタッドレスタイヤ製品、ウィンターマックス02のプロモーションとして、制作、公開された。当初、監督の川又博史を中心としたスタッフが、登場キャラクターの設定や、世界観を作り、漫画家の高橋慎に、 キャラクター原案の依頼が行われた。それに対し、高橋は、小回りされた20ページ以上のネームを作成してしまう。このネーム作成は、高橋が当時雑誌連載していた、かなたかけるの担当編集者も、いつの間に、と驚くことになる。シナリオが未確定だったこともあり、ネームの段階で、高橋によってセリフや演出の追加もされている。ネームは、 依頼内容には含まれていなかったが、アニメスタッフはイメージがクリアになったとガイドラインとして重宝することになる。高橋自身も北海道出身ということもあり、靴の形状や登場人物の服装のイメージなど雪国の体感を描いている。音楽を担当した須田圭奈はボカロ P のバルーンとして活動しており、須田圭奈名義は シンガーソングライターとして活動する時の名義。本作の主題歌、アマドールが初作品となる。公開翌日となる2017年10月12日には、再生回数は100万回近くになっており、10月18日時点での再生数は200万回を超えている。本作は、上記の通りに、ウィンターマックス02の宣伝アニメではあるが、商品が、 画面に描かれるのは一秒程度しかない。ある日豊に起きた三つの物語。新人サラリーマンの亮太は仕事に奔走し、その夜も恋人の雪を待たせていた。道路工事現場の交通整備の警備員として街頭で働くと四郎は娘の舞とのすれ違いの日々を送っていた。故郷を離れてトップ女優となった経緯に、故郷のクリスマスのイルミネーションの点灯式への ゲスト出演の仕事が舞い込み、十数年ぶりに帰郷する。両太はどうにか仕事を終わらせると、車に乗り込み、雪との待ち合わせ場所であるイルミネーション点灯式の会場へ向かう。としろうは休憩中に、前から財布を落としたとの連絡を受け、車で前のいるイルミネーション点灯式の会場へ向かう。故郷に良い感情を抱いていなかったケは、 今更ながらに点灯式に出演したくないと言い出すが、ジンが言葉巧みに K を乗せて車でイルミネーション点灯式の会場へ向かう。ありがとうございます。